こんにちは、ZOZO の取締役兼 COO の伊藤でございます本日は弊社の ZOZO コスメカンファレンスの配信をご覧いただきましてありがとうございますまずですね、私がいる場所のご紹介なんですけれども私今、ZOZO の新社屋、2月に完成したばかりのヘッドクォーターにおりますでこの建物はですね、今西千葉なんですけれどもこの西千葉のこう外観はこう 西場に溶け込むようなあの作りデザインとなっておりましてで内装につきましては非常にこう開放感があるえゆとりのあるデザインとなっておりますで残念ながらですねコロナ禍でございますので私どもの,あの社員みんなリモートワークをえーなるべくしておりますのでまあご覧の通りちょっと誰もいないんですけれどもそんなえ新しくできたばかりの ZOZO のヘッドコーターから本日は配信をさせていただいております。ということで今日の配信内容なんですけれどもえまず 大きく1つ目が ZOZO の戦略とサービスのアップデートですね。これは ZOZO タウン自体が今日リニューアルしておりますのでそのリニューアルについてさらに新しくラグジャリーゾーン ZOZO ビラというものがオープンしておりましてあとはコスメ自体がサービススタートしております。なので ZOZO コスメのサービスのご紹介とさらに3点目 ZOZO コスメの出店ブランドですね。 前回1月末の段階ではコスメやりますというところまでは発表し ZOZO ゾゾグラスの予約の受付も開始したんですがどういうブランドがどのように出て,出てこられるのかということは実はまだお話してなくてですね今日それの発表をさせていただきますで。最後4つ目はプロモーション施策なんですが本日よりテレビ CM が本格的にスタートしておりましてそのテレビ CM のイメージキャラクターの方の発表であったり テレビ CM 自体をご覧いただきたいというふうに思っておりますので大きくこの4つの流れを本日ご紹介できればと思っております。ということでちょっと戦略のおさらいといいますか私どもの背景のところからお話したいんですけれども「あのモアファッションファッションテックと」とこの2つの言葉を掲げて経営戦略として近年参りました。 まずモアファッションの文脈なんですけれどもいかにこう、まあ、インターネットで私どもファッションうるみですからお客様からしてもやっぱりこうファッション好きな方が多いおしゃれな方おしゃれな方が非常に多いんですね。でそこで我々原点に立ち返りましてゾゾタウンとは本当にファッションを社員,と社員から理解している会社だと思っておりますのでもっともっとファッション好きの方にご提供できるコンテンツだったりブランドさんだったり。 あるいは、えー、試作だったりそういったものに注力をしていこうというところでございます、まあ、その一環に今回のラグジャリーゾーンのゾゾビラのオープンもあります 次にファッションテックというのはやはりインターネット上でファッション洋服を買うこと自体が決して簡単ではないと私ども思います実際こう着れませんし試着ができない手に取れないという中でお買い求めていただけなければいけないのでそこをちゃんと我々テクノロジーで担保できるんじゃないかと思っておりまして ZOZO スーツでは体の計測 ZOZO マットでは足の計測 今回ゾゾグラスでは自分の肌の色を測った上で合うコスメが選べる、まあ、そういうところでインターネットで買いづらい点をテクノロジーでどんどん解決していくであのこれ以降もですね ZOZO タウンもっとパーソナライゼーションだったりお客様が好きなものをご提案するそういったあらゆる開発も行っておりますので、まあ、進化していく ZOZO ゾゾタウンの一環にはやはりファッションテックが極めて重要ではないかと思っております。 まあそんな今日リニューアルした新しい ZOZO タウンなんですが実際画面をご覧に入れたいのとそのファッションゾーンラグジャリーゾーンである ZOZO ビラのご紹介をさせていただきたいのでちょっとここから私の方で実際携帯の実機の方でですねまあ今もあのローンチしておりますけれどもその画面についてご説明させていただければと思います。はい、ということでこちらがリニューアルした ZOZO タウンになります。 あのご覧いただきますともう,あのこう見慣れた感じはするんですが実は一番上のロゴを見ていただくとこの ZOZO タウンのロゴ今回初めて変わっておりますあのそれだけ私ども今回はあのデザイン一新することにあの期待を込めてですねこの先の ZOZO の展開を見据えて ZOZO タウンのロゴも今回はリニューアルしております。 で、あの、もちろん、使い慣れている方々、からすればですね、な何ら問題なく、こう、いつもの感じで使っていただけると思うんですが。強いて言うならば、この、検索の下ですね。すべて、シューズ、コスメっていう三つのタブが、今回初めて、できております。で、このすべてというのが、今まで通りのぞぞタウン。で、シューズって押すと、このシューズのトップページ。シューズという、コーナーがあるわけですね。で、コスメっていうと、このぞぞコスメという、まあ、コーナーがあって、そこのトップと。簡単に切り替えられるようになっております。 であのそのから下はですねこうま見慣れた感じなんですけれどもえクーポン対象アイテムだったりマルチサイズアイテムだったり ZOZO 限定アイテムをお使いいただければお使いいただいてればあのいつもの感じだなあということだと思うんですけどここであの初めて横にラグジュアリーショップというのが出てまいりますでこのラグジュアリーショップこれがあのゾゾビラというその我々のラグジュアリーゾーンへの入り口になるんですけれどもこの入り口は至るところにあります検索結果であったりこういったトップページであったり。 さらにに、えー、それはシューズとコスメにおいいても同じでございますなので、このゾゾタウンのトップからちょっと仮にシューズを開いてみようと思うんですがこちら、シューズ、ゾゾシューズのトップになります。なので、靴に特化したコーナーですね。なので靴をとにかく買いやすくするというのが、まあ、去年から、えー、ゾゾマットとと,ともにです、ね、我々、強化してきた、えー、商材なんですけれども、まあ、人気モデルから探したり、えー、もちろん、えー、クーポン対象だったりでここにもまたラグジュアリーショップというのが出てきます。 でコスメについてはですね詳細をあの後ほどしっかりご説明するんですけれどもコスメはもちろんこのようなトップがございましてでカテゴリーショップラグジュアリーというのがあるように、まあ、こうずっと降りてきますとここにも、えー、ラグジュアリーゾーンへの入り口があります。ということで今日は ZOZO ビラのご紹介をまずさせていただきたいので、えー、ZOZO ビラの方へ遷移したいと思いますすすすビララオープンとととといううここしままそうすると画面がガラッと変わりますこれこの特徴です。 とにかく ZOZO タウンの中から一気にラグジュアリーとかデザイナーズゾーンさっきのモアファッション文脈ですね本当に洋服ファッションが大好きな方が入ってきた時に違和感なく見ていただけるそういった世界観の演出を今回こだわって作っております。 でもちろんあの使い勝手にも考慮しておりますので一番上で「メン」「ウィメン」「キッズ」と切り替えられるんですけれどもそれぞれのまあ企画がこう出てくるわけですね例えば特集の中で今「ドリス・バン・ノッテン様の2021年春夏コレクション」でありましたりあるいはコスメでもです、ね、春の新色コスメということでこうまとめたものがあったりシューズにおいても個性際立つ上質なスニーカーというところでいわゆる我々のカテゴリーを横断したゾーンというのがこのゾゾビラ・ラグジャリーゾーンになっております。 ヴィラの中のカテゴリーはあの通常のゾゾタウンの同じようにですねトップスとかジャケットアウターとかただ見ていただくと写真一つ撮っても我々だいぶこだわって今回撮影しておりますのでやはりその見え方とか伝わり方というのも少し、えー、ハイブランドな感じに、えー、集約しております。でブランド様自体はですね今日現在で90ブランド、えー、オープンしてるんですけれども、まあ、その中から一つ、えー、選んでいきたいと思います。ということでロエベ様ですね。 あのロエベ様とは私ともあの去年の年末からもですねいろんな試作をさせていただいておりまして例えば去年の年末は ZOZO の黒い箱が届くんですけどロエベ商品 ZOZO で買うと黒い箱を開けた後に手作りで作られた京都で手作りで作られた専用の風呂敷で。 専用デザインの風呂敷で巻かれてそれをほどいてこうロエベの製品が出てくるというようないろんなここでしかない体験というのを作ってきておりますしこの先もそれは展開していきます。でこの例えばロエベさんの画面見ていただくと上の画像も大きいですし写真も豊富にありますがこのブランド様についてのコーナーがあるんですねここをもっと見るとしますとこのロエベブランドについてのストーリーテリングというような要素がここに入っております。 であとはあのこのショップの人気ランキングということでもう本当おなじみの大人気ですよね今の中で定番のハンドバッグ1個選んでみたいと思いますパズルバッグということで,でこちらもちろんカラー展開を写真で見ることができますしちゃんとあの中まで撮影しておりますので非常にこうあの分かりやすい画面があると。なので ZOZO タウンは、まあ、今までこうどちらかというとこう何ですかねこう。 まあ、ラグジュアリーとはちょっと遠いところがあったかもしれないんですけれども私も今回非常にこう力を入れておりまして ZOZO ビラというラグジャリーゾーンには90ブランド様がご参加いただいておりとにかく見え方使い方全然 ZOZO タウン通常の ZOZO タウンとは違った UI で展開しておりますので是非一度見ていただければと思っております。 ということで ZOZO ビラあの画面ご覧いただきましたけれどもそのブランド様あのいくつかこちら一覧でご覧いただいておりますあの先ほどご紹介したロイベル様を筆頭にですねもう々とたるブランド様にご出展いただいておりましてまあ、現在90ブランドとなっておりますがこの先どんどんもちろんこちら、えー、増えていく予定でございますのでそれにもご期待いただければというふうに思っていますはいいよいよ、えー、本題でございます ZOZO コスメ、えー、本日オープンしました なので ZOZO からご覧いただければと思うんですがさまざまなあの私どもこ,うこだわりのポイントであったりですね ZOZO グラス自体の使い方とさらに今後についてお話したいと思っておりますのでまずその私ども ZOZO コスメの3つの強みについてお話します。 1>, え1つ目はです、ね、えーまあ、これがそもそも待望の,あの商材であったことと ZOZO タウンは私も長年やっておりましてです、ね、あのとにかくお客様からあの非常に頻繁にコスメの取り扱いはないのかとかコスメはやらないんですかというようなことがあったんですねで。社員からもコスメをやりたいやりたいというような話がありましてもうとにかくあるべきして ZOZO、えー、にはあの今回コスメが登場したというのが1つ目ですねで2つ目は、えー、コスメに特化したモール作り。 やはりゾゾタウン自体がこれまで成長できた要因の一つというのは細部に神が宿ると言いましょうかとににかく服を買う時に使いいやすすんですなのでコスメもコスメを買う時に使いやすいというところをとにかく最初から我々考えて作り込んでおります。なのでコスメを買うためのモールコスメが買いやすいモールというのが2つ目の特徴。 で最後3つ目なんですがそれはもう待望の ZOZO ゾゾで,でコスメが使いやすい画面があってもえそのブランド様のラインナップがえ今一つだったらまあ,まあ意味がないのかなということで今回はかなりですね我々厳選されたブランド様のラインナップであのそちらもこの後ご紹介しますけれども500ブランドは揃っていてですねこの先もどんどん増えていく予定となっております。 じゃあ背景ですね、あのゾゾそもそもどういう背景があるのかというところなんですけれどもゾゾの会員属性についてもう1回ちょっとお話しさせあげますあの。左下の図を見ていただきますとこれが会員分布図なんですけれども Z 世代16から24歳が非常に大きな山となっておりましてその後我々の平均年齢である34歳を通り越えてミレニアル世代までだいたい引っ張られていると。 これこちらのお客様が ZOZO の今ユーザーになってますなので非常に若いかつ男女比でいきますと70% 7割が女性ユーザーとなっておりますなので若い女性の方々が一番使われていてそのアクティブ会員これは1回でも1年間で買っていただいた方が533万人いらっしゃるというのが現状です でその方々に私どもアンケートも取ったんですけれどもそのファッションにへの興味というのは断トツ1位なんですがその他にどんなことにご興味ありますかというとででただったんですねで私どもコスメに参入する限りはやっぱりモアファッションファッションテックというところでいかにこう、まあ、買いづらいものを買いやすくするかというそこのイノベーションが必要であろうテクノロジーが必要であろうというふうに思いこの ZOZO グラスをリリースしております。 ZOZO グラスとは、まあ、この非常にカラフルなあの計測ツールなんですけれどもこのメガネをかけていただいて ZOZO のアプリを使って自撮りをすると自分の肌の色を正確に測ることができると家にいながら肌の性格の色が分かるのでコスメが買いやすいですしパーソナルカラー診断等もできますでそんな ZOZO グラスなんですが、えー、お申し込み件数で、えー、にですね50万件を突破しております。 これ大変ありがたい話での今日から出荷しておりますのでやっとお客様の手に届くというにもかかわらずもうすでに最初の反響が大きくてですね50万件無事突破することができましたで。どんなお声をいただいているかというところなんですが、まあ、消費者様からはもうとにかくお客様からは期待の声しかないと言っても過言ではないぐらいですねご期待いただいていると。 あの絶対ゾゾグラスいいと思うパーソナルカラー診断受けたいけど時間が、えー、ないこと多いから非常に手軽だっていう話だったりですね「ZOZO、えー、ゾゾグラス肌に合わせたコスメ選んでくれるし ZOZO ゾゾタウンで一気にコスメの取り扱いが増えるみたいだし楽しみと」と、まあ、とにかく楽しく、えー、使っていただくというのが今回非常に大きな特徴になっておりますので、まあ、具体的にこのあと ZOZO グラスをどうやって使ってどうやってそのコスメ選びに役立つのかを実際にご覧に入れたいと思います。 実際に ZOZO グラスを使った計測とさらにファンデーションの購入まであのご覧いただきたいと思っておりますさらにその先にで、ね、ZOZO コスメのまあ特徴をあの実際の開発のあのメンバーからですねあの話もさせていただきたいと思っておりますなんでご紹介したいんですが弊社 EC 事業本部 ZOZO コスメ担当の新井潤子でございます、はい、よろしくお願いしますちょっと座りますかねはい あの新井さんはずっと、えー、前から、えー、こう弊社ゾゾタウンで、まあ、コスメを売りたいコスメやるべきだってずっとあの、えー、おっしゃってましたよね。年間念願のコスメローンチということで、はいはい、どうですかい,いろんなこだわりが多分あると思うんですけど今日いくつかちょっとご紹介いただきたいなと思うんですけど。はい ありがとうございます。と我々もあのユーザー目線というところを大事にしながらみんなで作ってきましたので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。はい。じゃあまずゾゾグラスの使い方からですね、ご覧に入れたいと思います。それではゾゾグラス試していただいていいですか。はい。かけてみます。はい。はい。ではゾゾタウンアプリの計測その他から。 こちらの ZOZO グラスのアプリを立ち上げていただきます、うん、計測を始めますあれですねあの、うん、これ配信ですので個人情報になるんであのさっきのあの生年月日はあらゆる <laughs> 青年月日ではありませんので <laughs> <laughs> ちょっとあのダミーで今回入れさせていただきました <laughs> すいません予算ですがはいどうぞ髪の毛が皮にかからないようにしてメイクを落としたすっぴんの状態で軽い場所で計測します、うん、はい秒計です ということで出てきましたね。ゾゾグラスをかけてカメラの方向を向きますと。で、あの計測自体のプロセスなんですが、この色がついている方に顔を傾けていただくと。で、そうすることによりまして、こうあのぐるっと一周する感じでですね、あの顔をこうすべてカメラの方に見せていただく。そのような流れになっています。で、ゾゾグラス自体をですね、まあ、かけて1回計測していただいて、で、まあフローの中にはそのままこのままゾゾグラスを 外してちょっとご面倒で大変恐縮なんですけれども同じことをするそんな流れになります。でこれで今グラスを外してまた色が出てきますのでまた上からこう順序順序いく感じですね。でこれあの何をしているかと言いますとあのキャリブレーションと言いましてゾゾグラス自体をかけてぐるっと見たときにそのグラスのカラーチップの変化をずっと見ていきます。でその変化から環境光だったり環境色だったりを割り出しまして。 でそれをまあすべて消し去るわけですね。で消し去った結果、えー、正しい顔の色を計測して表示すると。いうことでもう、はい、あっという間に終わりましたね。はい、計測結果が、えー、これで出てきます。はい計測完了しました。したさあ見てみましょう。はいお。結果が出ましたね。はい。はなるほど。計測結果を見ていきます。いっぱいついてますね。はい。はい 私は明るいトーンのニュートラルカラーでした、うん、左側の赤い文字がヘモグロビン量で右側がメラニン量ですねこの2つで肌の色がわかるということなんですね私の肌の色は明るめのトーンでナチュラルな赤みの肌の色ということですねはい確かに赤みがいつも気になるのですごく自覚症状と合ってますね <laughs> はい まあ、なかなかこうやってこう客観的に肌の色自分の肌の色を見るってことないですよね。はい、なんかちょっと新鮮に思われる方も多いと思うんですけど、うん、結構細かくねこうやってフェイスパーツも出てますよね。はい、で最後にパーソナルカラーですね。はい、これはいわゆるあのイエベブルベと言われるような、えー、パーソナルカラーの診断結果になるんですが私はブルーベースの夏でした。 私に似合うカラーもこの中で見られるので、まあ、本当に ZOZO タウンでお洋服も一緒に選びたいという時にはすごく参考になる情報かなと思います。であの ZOZO、まあ、グラスはこれで肌の色が分かったり自分のそのパーソナルカラーが出たわけですけど、はい、まあこれをこう商品の検索にこうどうつなげていくのかちょっと見せてもらっていいですかはい、はい、では私の肌の色に近いファンデーションを見てみます。はい もう出ままました、ね、すごい絞りり込まれております私の明るいトーンのニュートラルカラーに合うファンデーションの一覧が出ていますなのでこれはあの実はこう並んでる順番からあのそのお客様の計測した色に近い商品の色っていうのがこう並んでおりまして、はい、で現在はあのファンデーションだけですけれどもこの先いろんなあの商品にもどんどん対応していく予定です。はいじゃあ ファンデーションってこう同じようなベージュの色がこの丸で並んでいるような状況になるのでなかなかちょっと自分でこの中で選んで買うっていうのは難しいものだったかなと思うんですけれども私の色っていうものが基準として分かることで例えば まあ少しちょっと暗めなものを選んでみたりだとか、あともう少し黄色みが欲しければこっちなのかなとかっていう形で、すごく選びやすくなっているなと感じます。うん、なんでこの U というマークはこの先あのどのファンファンデーションでもこうご自身に近いものがあれば出てくるようになるんですけれども、まあ、基準点があると。なのであのそれぞれ多分用途によって今日は明るいものが欲しい、暗いものが欲しいっていう、まあ、毎回違う気もするんですけれども、まあ、基準をあのゾゾグラスを使って測っていただければ。 えー、安心してあの選んでいただけるかなと、うんえー、そういう設計になっております。で、まあその他ですね、ゾゾグラス以外にもかなり今回こだわりを持ってあのサイトの方を作っておりまして、<laughs> いろいろあると思うんですけど、はい、あのまあ時間の関係もあるんで、あの二点ほどあのこうこだわりポイントについてちょっとご説明いただいてもいいですかね。はい、はい、ありがとうございます。ではコスメのトップページをご覧いただきます。はい。 このような形で,、えーっとですね、上からです、ね、まあ、このようにあのメンズ、レディース、キッズという形で、うん、それぞれの性別タブもついているのでこれまであの見えづらかったメンズコスメであったりとかあとかあシャンプーであったりとかそういうアイテムも探しやすくなっているというのは1つちょ特徴としてあるかなと思います、うんはい。季節需要に合う商品であったりとか あと最新トレンド、結局周りが何を買っているのかっていうものが人気順という指標で分かりやすく見られるとかなり面白いい情報かなと思います,す、ね、やっぱりあのさっきの,あのメンズタブがあるというのもあの実際 ZOZO コスメあの最初に発表した時もあの意外とあの男性の方々からお店でこう。 まあ、熊隠しが欲しかったんだけどお店に買いづらいっていうのはネットで買えるのがありがたいとか、まあ、そんな声もありましたからね、はい、結構いろんなあの使われ方がするといいなと思ってます。はい、では今回ですねあのカラー系のアイテムもすごく買いやすくなっているっていうのが、うん、特徴的な部分ではありますのでアイシャドウを例にご覧頂ければと思います。あのコスメってこう、ね、色が すごく大切ですよ、ねはい、そこがこう選ぶどういう仕組みで選びやすくなっているんですか、はい、やっぱりそのお洋服とはまたちょっと違ってすごくカラー展開が豊富なアイテムというものがかなり多いと思いますのでこうやって一覧で見た段階でも,もう商品とブランド名とあとその金額の下にある全8色とか全6色というような形でカラーの展開数が分かるようになっています。なるほど と丸のアイコンで、えー、それぞれ、どんな色の展開があるのかっていうところも、視覚的にもわかりやすくなっているのが特徴です。これ、あの、だから、その丸の色が、その商品の色なんですよね。なでざっと見たときに、はい、あの、この今の画面だと、まあ、青系がないから、スクロールしていったり。逆に黄色系を探してたら、こう、さーっと見たときに、黄色系が目について。そのまま深く見ていけるっていうような。はい、そういう、こう、一覧性が今回、新しいわけですね。はい。ちょっと試しに。一点。 商品詳細を見ててみまますすすここののような形でですねあのカラーチップと呼ばれる丸いアイコンが画面の下に出きちらですねちょっとコスメってやっぱりカラー名が番号だったりとかあとイメージでつけられてる名前だったりとかするので名称だけだとちょっとどういう色なのかっていうのが分かりにくいものだったと思うんですがこれをこういうアイコンの形で見られてかつ商品詳細が一緒にそれについてきてくれると とといいうところで視覚的にも見やすくなってだから下のこの4分割になっている丸の色が上の全く同じなんですよねだからそこを押すとこう画面がピャっと変わって確認ができるっていうのはこれは便利だと思いますねなんかすごい確かに。はい で在庫も出てるんですね残り3点とか,4点とかここもこだわりポイントでして <laughs> このカラーチップの丸いアイコンの下に残り3点とかっていう形で在庫数も出てるので買い時を逃さずに欲しいものを買ってしまおうという気持ちになるかと思います。な <laughs> なるほど、はい、なんかそのコスメってこうすごい数が あるじゃないですか、はい、であのファッションにおいてもそうなんですけど ZOZO タウンがこう便利に使っていただいている理由の一つとしては検索性だと思うんですね、うん、ファッションずらーっと出てきて何万件結果がありますっていった時の絞り込みが難しいのかなと。うん であのファッションの方では例えばかあの肩幅で選ぶとか腕の長さで商品選んだりとかそういう,こうファッションならではの絞り込みを ZOZO は昔からやってますけど今回コスメではどうですかどんな感じの特別な絞り込みとか検索機能というのがついいてるんですすか、はい、ありがとうございますそこもぜひお伝えしたかったんですが、えー、こちらまた ZOZO コスメのトップに戻ってまいりました。 この中でトップのバナーの下にですね、このように丸いアイコンでショップカテゴリーラグジュアリートズグラスという形でショートカットが並んでいます。うん、この中でカテゴリーというものを押していただくとこのような形でコスメのカテゴリーが6つに分かれております。スキンケアからメイクアップ、はい、フレグランスまであるってことですね。はい。これだけでもあのすごく見やすくなっているかなと思います。うんうん でちょっと私今一点探してみよううかなと思うんですが、うん、まあ今ちょっと花粉症だったりとかあとまあマスクで肌荒れとかっていうところは気になってきてすごくスキンケアの商品が気になっているので、うん、るここのスキンケアで化粧水を探してみたいいなと思います、うん、ちょっと私結構肌荒れもそうなんですけど乾燥がすごく悩みなので一旦化粧水を見て あと化粧水の中だけでも、これだけ、<ご>お悩み別で乾燥、日当たるみ、毛穴とか。あと肌質であったりとか、うん、形状。<laughs> 使用感、成分と。はい、かなり細かく見られるようになっています。これをこう、掛け合わせられるんですよね。多分。この悩みに対して、この形状とか、この質感が欲しいとかっていう。はい、なので、私は、あの、乾燥悩みがあるのと。 あとまあ結構感想というと割としっとり系だったりとかうん、うん、あの重めのものが多いんですけど私はちょっとシャバシャバつけたいのでミストとローションという形で選んで検索してみますはいおサクッと広が、ね、れてるわけですね、はい、スムーズでしたで、ね、この中から選ぶのはできそうですよね多分、はい、その巨大な一覧からというのは難しいですけどうん、うん、こうやってこう自分の用途によって絞り込むと選びやすくなりますよねはい。 試しに一点、これがいいなというところを開いてみます、うん、エステローダーさんのマイクロエッセンスローションフェッシュ、はい、<ー>はい、気になりますなるほどはい、こんな形で最後まで、うん、あの商品にたどり着くことがスムーズにできましたなるほど まああのこういう多分気づきがいろんなところであのお客様にもあると思います。あのいろんな細部にこだわって今回作り込んでおりますので、あのサイト自体も使いやすく、さらに z o オズグラスでまた新しい体験っていうのがあってあのぜひこうご体験いただきたいもんですから、あのぜひもう1回試していただければと思います。あの荒井さんはあの。 この先もあのどんどんこういう機能を、はい、ユーザー目線で、はい、あの追加していってくれればなと思いますので、はい、逆にあの今日以降皆さんのご意見もど、ね、どんどん取り入れられらるといいですね、はいはい、ぜひあの皆様の,あの探しやすいサービスにしていきたいなと思いますし私自身も店舗でも EC でもたくさんコスメを買ってしまうタイプなので <laughs> あのそういったユーザー経験を生かしながらあのサービスに反映していけたらと思いいまますあありりががととううごござざしたいます。 ということで、えー、ゾゾグラスの機能であったり、えー、ゾゾコスメの検索のこだわりこういったものをご覧いただきましたがまあいよいよ、えー、どんなブランド様が、えー、ご出展されるのか、えー、ブランドラインナップについてお話したいと思いますということでこちらをご覧くださいこれがあのゾゾコスメの、えー、今日現在のブランドラインナップの一部となっておりますもう本当に早々たるブランド様にご出展いただき、えー、ありがとうございますまずあのハイブランドのディオール様エスティー、ST、ローダー様さらに今非常で非常に高級拡大中の ナチュラルオーガニックブランド様のブランドのセルボーク様さらにエトボス様、えー、さらにボディケアアイテムに強いジョン・マスター・オーガニック様やメンズコスメのファイブイズム・バイ・スリー様こういったもう本当に著名の今旬のブランド様が取り揃っております。 こここでこの強いてあ,のあえて申し上げたいんですけれどもすべてこれですね公式出店を頂い,いておりまして公式で取り扱っている商品でございますのであのこれは ZOZO 社が各ブランド様と実際にお取引あってのラインナップになります。なのでこれはいつもの ZOZO タウンと同じなんですけれども本当に安心して買っていただけるもう公式のショップとして展開しておりますのでぜひこちらにもご期待をいただきたいと。 あのこの先ですねまだ詳細はあのお話しできないんですけれどもまああの今非常に人気を集めているあの韓国のコスメでありましたりさらにあのまあハイブランドですねあのまだここには名前が出せないただすごいハイブランドっていうのもあのこれからも増えていきますのであのこの辺り随時発表してまいりますのでご確認いただければと思います。最後にですね あな私ともこのコスメブランド様の一部からですねビデオメッセージをいただいておりましてあのそちらもご覧いただきたいと思っております Hi everybody, my name is Matthew Grodin and I'm the president of the Estée Lauder company's Japan I'm thrilled to be able to share with you that our brands Estée Lauder, Clinique, MAC, Jo Malone, Bobby Brown and Too Faced will be launching on Zozo Cosme We are so excited for this new platform to launch in Japan. We've been so impressed by the incredible technology that it's bringing to the market, and we know that all the customers out there will really love the user experience of ZOZO Cosme. And we're so proud to partner with them for this amazing launch. So I want to wish all of the ZOZO Cosme team the best of success, and we look forward to seeing all of you as customers on ZOZO Cosme soon and to welcome you to the luxury world of beauty from the Estée Lauder companies. Thank you. 資生堂ジャパン株式会社 EC 事業部の小倉です。ZOZO コスメ様、オープンおめでとうございます。我々はファッション感度の高いお客様との接点を期待し、2017年から私プラスバイ・資生堂として ZOZO タウン様に出展させていただいておりました。このたび、新しいテクノロジーを使ってお客様一人一人に合ったコスメの提案を行うという ZOZO コスメ様に共感し、展開を強化することにしました。ビューティーイノベーション・フォー・ペターワールド。 一緒に取り組んでいきましょう3月18日ゾゾコスメグランドオープンおめでとうございます78年前でしょうかゾウタウンさんにビューティーをやってほしいとお願いに行きましたその時は実現しませんでしたが今回いよいよグランドオープンということで大変嬉しく思いますゾタウンさんに いらっしゃるお客様の笑顔そしてハッピーが広がっていくとてもイメージができます僕たちもずっと待ち望んでいましたそして今回その一員に加われるということをとても嬉しく思いますこれからの ZOZO ゾゾコスメさんの成功と発展とても楽しみにいたしておりますおめでとうございます もう本当に大変素晴らしいメッセージをいただきましてありがとうございます。我々身が引き締まる思いでですねこれからも全力で良いサイト作り良いサービス提供に努めてまいります。ということでこの先の話ですねまさしくなんですがこの先どういうことを予定しているかについていくつかお話します。あの1つ目なんでですけれどもあの今今日日ご覧いただいたただグラス今日現在では、えー ファンデーションのレコメンデーションですけれどもこの先リップやチークマスカラそういったレコメンデーションをどんどん展開していきますのでまあ、ゾゾグラスご計測いただければですねその先もずっと後から使えますのでこういう機能追加やってまいりますのでぜひ計測一としてみてください。さらに次ですね、AR、メイク これ AR メイク大変流行っておりますけれども ZOZO ならではといいますか ZOZO グラスを使った AR メイク我々考えておりましてそれは ZOZO グラスをかけて数秒ぐらいしてからまた外していただいて AR メイク手元の携帯で自分の顔に自撮りしながらメイクするっていうやつですけれども ZOZO グラスで一回色補正をします。なので ZOZO の AR メイクというのは色が補正された状態でメイクができるのでより現実に近い。 まそういったような AR メイクを目指して今開発をしておりますこれもあのそう遠くないタイミングで提供開始できるように今頑張っておりますさらにフェイスタイプ診断ということでこれは実際 ZOTO グラスリリースしてからの反響も大きかったんですけれどもまあ、パーソナルカラーさらに自分が似合うもの自分の顔に似合うものとか あのいろんなこう展開をしてほしいという声もよく見かけられました。なので私どもここはあのしっかり強化してですね、フェイスタイプで自分に合ったアイテム、これはあのファッションアイテム全般において合ったアイテムのご提案まで広げられないかなと考えておりまして、まあ、パーソナルカラーのさらなるま拡張ですね、このようなところで今検討しております。これまだちょっと先になるかもしれませんけれども、こういったものも全力で開発していきますもので、どんどんゾゾコスメのコンテンツとサービスは増えていきますし、ゾゾグラス一度でもご計測 いただければその後どんどんこういった追加の提案が増えていきますので是非使ってみていただければと思いますさて ZOZO、えー、コスメオープンにあたって実はある方に CM イメージキャラクターにご就任いただいておりますあのもうすでにあのご覧になってお気づきになっているかもしれませんけれども、えー、こちらの方ですはい、荒木優子さんですね。 CM、かなり今回こだわって、えー、作っておりましてですねあのさらにその制作、えー、に至るあのコメント等もいただいておりますのでちょっと荒木さんのコメントをこちらご覧くださいはい。 とといいうことでございましてあのぜひあのこの後見ていただきたいんですけどあのテレビではですね15秒バージョンしかなくて先ほどの七変化あの詳細に見れないちょっとこう短いんでちょっともったいないかなというところもありますので今日はあの30秒版をお見せするんですがこちらウェブサイトで限定でご覧いただくこともできますのでウェブでもぜひ気になった方見てみてください。荒木さんの七変化七変化大変え素晴らしいのでえぜひこちらをどうぞ。 オープン、はい、あのご覧の通りの,あの七変化あの非常にこうまあコスメからあの衣装からやっぱファッションとコスメってこうすごい親和性があってですねもうゾゾタウンの中でもまあ洋服とコスメ一緒に買いたいというお客様も多いと思います。ということであのこの先のですね販売促進販促計画についてちょっとだけ触れたいと思います。 こちらをご覧くださいまず CM ですねこちら展開しておりますしこの先どんどんデジタルアドもやります次にオープン時にコスメトライアルキャンペーンということでですね初回購入であったり合わせ買いポイント ZOZO カード入会特権というような今買っていただくことによってお客様に非常に得すお得するお得なキャンペーンを展開しております。 で最後にです、ね、こちらなんですけど見ていただくとあのサンプル配布キャンペーンということで、えー、こちらですねあのサンプルなんですが。 この先、ゾゾタウンで、もう普通にお洋服だけ買っていただいて、その洋服が届いて、箱を開けると、あれ、なんかサンプルがついてるぞ、ということがあるかもしれません。あのこれあの、お洋服のご購入にこう入っているという可能性もありますし。逆に、サンプル付きの商品として、分かりやすく展開するということもありますが、やはりあの、先ほどご覧いただいたような、そうそうたるブランド様、五百ブランド以上で。 あの展開しておりますのでまいろんな新しいブランドにブランド様に触れていただくえそういうきっかけを作りたいというふうに思ってますなのでそのファッションとコスメこの2つの親和性というところにこういったプレゼントサンプル配布キャンペーンこういうものもやっていきますのであのご期待いただければと思いますということであのご覧いただいた通り ZOZO コスメ本日が、えー 始まっておりまますけれども、まあ、まだまだこの先の展開というところがあの我々もあの楽しみでおりましてですねあの、まあ、今日は大きな発表あのこのようにさせていただいておりますけれども、えー、この先どんどんブランド様が増えていったりとか、えー、ZOZO グラスによる、えー、できることが増えていったりとかサービスが増えていく度にです、ねえー、随時私ども情報公開情報更新していくんですけれども、まあ、一番あのそれが分かりやすく集約されるのが、えー、オフィシャルインスタグラムになります。なのののででコスメのあのアカウントを作りまししたので、えー、よろしければそちら こちらのフォローの方もしていただいて、どんどん新しい最新の情報をお届けさせてください。ということで、これを持ってですね、ZOZO コスメカンファレンスは以上でございます。ああの、えー、まあ、今日は z o z o t o w 自体がリニューアルしておりまして、新しいアプリとなって ZOZO ビラというラグジャリーゾーンができて、 さらにこの Z o Z o コスメという全く新しいサービスを展開しておりますので、まあ、あのいろいろこ,うこれから ZOZO でできることもまあ増えてあのこう楽しみが増えていくといいなというふうに思って思う次第です。で我々社員一同です、ねまあ、常にそのお客様目線で一番こうあるべき姿便利なものを作るというところを心がけておりますのであの今まで通りなんですけれどもあのいろんなご意見をいただくことによってサービスどんどん改善できるというふうに思っております。ななのであの Z o Z o コスメにつききましても今後いろいいろろご意見いただきながら どん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 いいサービスにして、もっと楽しい世界を作りたいなというふうに思っております。あの我々ありましたあのモアファッション、ファッションテックでございますけれども、まあこの二つを念頭に置きながらこの先のさらなる拡大に努めてまいりたいと思う次第です。あの今日は本当に長い間ですね、あのこのオンラインご覧いただきまして本当にありがとうございます。あのなんかお時間を取りして恐縮なんですが、あの今後ともぜひぞぞを応援していただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。